こんにちは、心理カウンセラー高森です。しょっちゅう相手とぶつかってしまいますという相談を受けることがあります。こういった悩みを持っておられる方っていうのは、基本的に相手に絶対負けたくないっていう思いを持ってたりするんですよね。そうすると自分が何かを言って、それをこうひっくり返すといいますか、上回るようなことを相手が言ってくるとなると、それが相手が正しいかどうかとか、自分が正しいかどうかというよりは、相手と比べて自分が優勢か劣勢かっていうところにどうしても意識が入ってしまって、自分が劣勢、負けてるっていうふうに感じると、ムカッとくるとか、イラッとくるとか、これではいけないっていうふうにすごく頑張ってしまうんですよね。そうすると言ってる内容はある種どうでもよくなってきて、それよりは相手よりも自分が正しさが証明できるかどうか、自分が優勢でいられるかどうかっていうような、いわゆるこの主導権争いっていうんでしょうかね、そういったものにこう陥ってるっていうことがよくあります。でこれが続きますと、勝ったとしてもなんとなくしこりを残しますし、自分が負けた時は当然非常にストレスですし、そもそもいちいちこういう形でぶつかり合ってたらこう疲れますよね。そういう意味でもちろんここは引き下がれないっていう局面があって、頑張る必要な時があるっていうのは確かです。ただそれが全てとなってしまいますと、ちょっとバランス的にやはり自分自身が辛いっていうようになりますので、ここは時には相手に譲るとか引くとか、あるいはその主導権争いから降りるといったような選択の幅を持っていくということもとても大切になってくるかと思います。以上、ご参考になれば幸いです。最後までご覧いただきありがとうございました。